現在時刻は朝の6時です。昨日の動画が日付変わる前ですかね。夜中の23時とか、そのあたりに投稿したんですけど、まあいつもは明言してないんですけど、だいたい夜6時から7時ぐらいに投稿してるんですけど、昨日ちょっと体調がね、体調っていうか、まあ疲れてて、動画休もうかどうかすごい迷ったんですけど、まあなんとか日付変わる前にギリギリ間に合ったみたいな感じで、なんとか動画出せたんですけど、やっぱりね、まあ、昨日の動画の出来は正直自分でもあんまり納得いってないというか、あんまり出来良くなかったんですよね。動画投稿してからだいたい6時間ぐらい経って朝6時なんですけど、まあ、コメントが珍しくいっぱいついてまして、まあ、昨日多分ね、正直動画でもね、適当なこと言ってたと思うんで、昨日と同じ技法ですね。動画もう一回撮ってみようと思います。なんか適当なこと喋った方が動画が伸びるんですよね。なのであんまり真面目なこと言わないようにしてるんですけど、今回はちゃんと真面目にやろうと思います。だいたいいつもの動画は最低3時間ぐらいかけて作ってるんですよ。まず企画というか、まあどれをテーマにするかを決めて、で、動画を撮って、っていうので、だいたい、そこまでに、動画を撮り終わるまでに、だいたい1時間ぐらいかかるんですよね。まあ、短い動画なるべく作りたいんで、だいたい10分ぐらいの動画作るんですけど、だいたいいつも20分ぐらい喋るんですよね。10分ぐらいの動画を撮るときって。だいたい、だから、2倍の時間喋るんですよね。10分の動画を撮ろうと思ったら。編集がね、2時間ぐらいかかるんですよね。まず1回確認、さらっと確認して、編集して、で、編集したものをもう1回確認って、コメントがいろいろあったんですけど、まず昨日の動画で説明しておいた方が良かったかなと思うところをまず補足しときたいなと思います。動画撮ってる時って何分ぐらいの動画になるかっていつもわかんないんで、とりあえず20分ぐらい喋って、編集で、半分カットして10分にするんですよね。なので結構適当なことを毎回言ってると思うんですけど、この時になんか次しかないみたいなことを言ってたと思うんですけど、まあ本当はもっといろいろな手が考えられるんですよね。もっと正確にやると、まあ、こういうこと言ってましたね。一回鋼材を使ってから当てると。この時にやっぱコスむ手とかも考えられるんですよね。で、これは、当たりに対してはやっぱりここの鋼材があるので、普通に切られてちょっと、まずいと思うんですけど、黒つなぎに対してはやっぱりこういうかける手筋があって、これでちょっと黒が捕まってる形ですよね。コメントにもあったんですけど、ここに切る手で黒石取れてますね、これで。で、コメントはここに次ですか。これで黒が外側逃げてきても賭けで捕まってますね。これで、これに対しては、一応当てから外側出ていけるので、この賭けで黒石は捕まってますね。これは、こちらの上との攻め合いも黒は勝てないので、黒は捉えてますね。これは、
コメントありがとうございました。白がかけて、このコスミが悪い手だったんじゃないかというコメントをいただきました。ありがとうございます。昨日は全くやんなかったので、今回これをやってみようと思います。一応前回のおさらいなんですけど、実践はどういうことになったかというと、これを前提に考えないと結論が出ないと思うんで、実践はコスんでしまって、かけられて、ここで投了になったんですよね。で、これ、黒が出に対しては緩めておいて、で、黒の手数が5手なんですよね、今。で、白の手数が6手なんで、普通に攻め合うと黒が負けてしまう形なんですよね。なので、ここにコスんだら黒はいい図がなかなかないんですよね。なので、ここに打つのはどうだったかという意見があったので、今回はこの手を中心にやっていきたいなと思います。で、この手に対しては、だから次の一手からもうすでに難しいんですよね。ここの変化だけで1時間の動画作れるなっていうぐらい、めちゃくちゃ変化多いんですよね。この部分的な変化って。よく解説者の人が大雪崩定石とか出てきた時に、解説を全くしないで流す人が多いと思うんですけど、僕も多分解説しないですね。スルーしますね、普通に。なので昨日は完全にスルーしたんですけど、まあ本気でやろうと思ったら1時間の動画作れますね。で、大雪崩定石はまだ定石の形があるので、まだ解説の仕様があるんですけど、こういう形って、一手一手、しらみつぶしに読んでいかないといけないので、まあ、定石というものがないんですよね、こういう形って。なので、すごい、めちゃくちゃ大変なんですよね。その解説しようと思ったら。なので、完全に解説する、スルーしたんですけど、今回はちゃんとやろうと思います。なので、僕はもう最低限の変化だけを解説しようかなと思います。あと、自分なりの結論だけを述べようと思います。変化図は非常に多いんですけど、で、僕の結論は、まずですね、左上、様子見をして、まあ、この逃げ出しに対しては黒は当然こちらで頑張ってくると思うんですよね。で、これ一本利かしてから羽を打って、これは黒曲がるしかないですよね。で、ここで左上曲がりを打って、で、ここでね、かなり変化多いんですけど、まあ一応自分なりの結論出してみたんですけど、ここ曲がり打った方がいいと思うんですよね。で、部分的な話だけをするなら、一応この石生きあるんですよね。放り込みを打って、当てを打って、ここにぶつかれば、これは黒、隅取るぐらいなので、この下がりが効いて、一応この白石は部分的に生きはあるんですよね。ただこれ生きても外側、逃げ出されては黒がいいので、生きるだけじゃダメなんですよね。なので、まあ、ここまで効かして、この上辺の白石は生きにはいけないんですよね。なので、ここで、この外側の黒石と攻め合いに行かないといけないんですよね。白の立場としては。なので、白はこの手を打たざるを得ないんですよね。で、これは黒3子取りとなるので、押しを打ってからかけて、外側、封鎖しに行きますね、白としては。で、黒は一回この出は打つことができますね。これは、抑えることは外側が持たないので、まあ、詳細は、省いてもいいんですけど、一応解説しときますか。まあ、非常に雑な図なんですけど、まあ、なんでダメなのかを説明するときって、大体もうダメな図を一つ説明すればいいので、これで、もう外側が持たないですよね。まあ、すごい雑にやりましたけど、この
治療師が助からないので、抑える手はありません。こういうところって、どれだけ解説したらいいのかいつもよくわかんないんで、動画撮ってたとしても、編集でカットしてたりとかよくあるんですよね。あとそもそも、動画撮ってる段階で、まあ、しなくていいかって自分の判断でいつも決めちゃってるので、いつもね、困るんですよね。自分の基準が自分しかないので、解説しなくてもいいかって思ったら解説しないので、だから、そこら辺がちょっとよくわかんないんですよね。いつもどこをどれだけ解説すればいいのかっていうのが。で、なので、抑える手はないので伸びぐらいですよね。で、状況整理したいと思うんですけど、今現在、黒のダメが6手ですね。この外側の黒石は6手。で、白石は6手ですね。なので、単純に考えれば、6手対6手なので、先に黒がダメを詰めれるので、黒の一手勝ちなんですよね。単純に考えれば。で、この攻め合いがどうなってるかなんですけど、まあ、この攻め合いも全ての変化を解説しようと思ったら、動画30分は作れますね。余裕で。なので、もう結論だけ述べたいと思います。この攻め合いがどうなってるかの。で、この攻め合いの結論は、6手対6手なんで、先に詰めれる黒の方が有利な攻め合いです。まあ、ここでも、どこから詰めていくのか、というのが、まあ、非常にね、しらみつぶしに、言っていてやっていくんですけど、まあ、やってた結果、ここがおそらく最善ですね。ここに詰めていくのが。まあ、これなんでここが最善かっていうのを説明するだけでも非常に10分ぐらいかかってしまいそうなんで割愛するんですけど、一通りやってみた結果ここが良さそうです。単純に攻め合うのは黒が攻め合い勝つので、なんでここが結論になったかっていうのが説明難しいんで、まず白がダメな図からやりたいと思います。白がここに一眼作るのは黒にここに差し込まれてしまうんですよね。で、白は、抑えて、黒は、ここに下がる手がいい手ですね。で、白は抜きは先手で効いて、一応これで無条件では取られない形なんですよね。ここがコウの形なので。なので、白はダメを詰めていくんですけど、この形がどうなってるかというと、この状態でコウの形なんですけど、黒の手数があと、4手なのに対して、白の手数はあと2手なんですよね。なので、この状態で、2手ヨセコウの状態なんですよね。黒が有利な2手ヨセコウなんで、これは白が全然ダメな図ですよね。白があと2回打って初めてここの本コウになるので、全然ダメな状態ですね。なので、ここに目を持つのは白が失敗。で、次に考えるのがこの手ですね。この手に対しては、黒ここにコスむ手がいい手なんですよね。いろいろ一手ずつしらみつぶしに読んでった結果、このコスミが最善という結論になりました。で、白抜きに対してはこの次になる形で、この一眼目を持つのがいい手に見えるんですけど、結局ここにグズまれてダメなので、なので白は結局外側ダメ詰めていくんですけど、黒に行って行って打たれていって、まあどういう形になるかというと、これは無条件で取られてしまうんですね。白はここにコスむのが最善という結論になりました。まあ今までいろんな手を言っていって、しらみつぶしに
まあ、読んでった結果、ここのコスミが急所なんですよね。うん、このコスミってなかなか気がつきにくい急所ですよね。まあ、なんでこのコスミが急所という結論にたどり着いたかというと、白がここを押さえた時に黒がここコスむのが急所という結論になったので、まあ結局このコスミが急所という結論になるんですよね。まあ例えば一眼潰しに行くと、いろいろ研究してみたんですけど、研究すればするほど、なかなか結論出ないんですよね。研究するたびいろいろの変化が出てきて、なんか無限に変化あるんじゃないかぐらい出てきて、まあ、非常に難しい形で、まあ一つだけ分かったことは、普通にダメを詰めていくと、黒にここにつなぐ妙手があって、これで白が攻め合いダメそうなんですよね。まあどういうことかというと、白をここに当てる手に対して、ここに黒に継がれてしまって、これで攻め合いに行っても勝てそうにないんですよね、ここに打たれて。これは簡単に負けてしまうので、白も大変な形なんですよね、非常に。攻め合いに、普通に攻め合いにはいけないということで。なので、白としては、すぐにここに当てないといけないんですよね。黒としては、ここに繋いだ時に、先ほどはここで白がダメを詰めた理屈なんですけど、これは黒にここに継がれて全然ダメでしたよね。なんですけど、すぐ当てることによって、ここに白から抜くことができて、この粘りができるんですよね。これで結構難しい図なんですよね。黒はここに当てて、ダメを詰めていって。で、ここでも黒いろいろ考えられるんですけど、黒はここにダメを詰めるよりも、まあ、ここのコウさえ勝ってしまえば、攻め合いは勝てるので、ダメを詰めるよりもコウを争った方が、黒としては良さそうなんですよね。なので、このコウ争いになるというのが結論ですね。で、白はコウ材がたくさんありますね。左下につけていくようなコウがありますね。で、黒はコウを解消すれば取れるんですけど、一応白としては左下隅連打することができて、これは白としても不満のない図ですよね。この図は白が外側封鎖して捨て石にすることができて、なおかつ左下にて連打することができてるので、厚みでも地でも白が良さそうなんですよね。自分なりに研究してみたんですけど、結論としては、このコスミで白がかなり粘っこいじゃないかというのが一応結論ですね。ただ、変化が非常に多かったんで、一手一手、読んでくってうちにいろんな手が見つかるし、かなりコウの変化も非常に難解なので、一応攻め合いは頑張れば黒が白石取れそうなんだけど、ただコウになる関係で左下や下辺の黒石がかなり危ない状況になるというのが一応結論ですね。この白の18のコスミがいい手なんじゃないかなと思います。今までこの攻め合い白が有利な図ばかり見つかってきたんですけど、よくよく考えたら黒がいい図が一つ見つかりまして、まあ、このコスミの地点が白から急所ならここが急所なのかなと一瞬血迷ったんですが、これは普通にダメ詰められて6手と6手の攻め合いだったので、先に白がダメ詰めたらこれは攻め合い白が勝ってしまいますね。なので、実はこのぶつかりが気がつきにくい攻め合いの急所だったんですよね。で、白がここに当てるのが粘っこい手なんですけど、これも黒からここに2子取っておくのが
いい手なんですよね。白が1抜いてきたら、ここに黒から下がっといて、これで白からのこの粘りを封じているんですよね。白が抜いた時に、まあ、一見この目を取る手が急所に見えるんですけど、これは白からここに跳ねられてしまって、この形はかなりこの粘りが効くので、これは黒がまずい図なんですよね。なので白はこの時に一子を抜かずに、こちらに跳ねる手が一番粘ってるんですけど、この時も黒は一眼取りに行くと白に一子抜かれて、これは白が粘りのある形ですので、この時も冷静にここに一子繋いでいくのが冷静な手なんですよね。で、白が一番粘っている図はここで一眼作る手なんですけど、ここでもいろいろな罠がありまして、例えばここにダメ詰めるのは当てられてしまって、これは黒が捕らえてしまいますよね。で、もう一つの罠が、ここに黒から当てていく手も、これも実は黒がダメな図なんですよね。白に放り込みから、ここに当てる手があって、これも黒が困っている形なんですよね。黒がこう抜いても、白からここにこう抜く手があって、黒が潰れています。なので、ようやく気づいたんですけど、最初、この手に対しては白の放り込みがうまい手で、黒がダメと思って切り捨ててしまったんですけど、もう一回よく考えてみたら、この時に黒からうまい手がありますね。冷静にダメを詰めないで、4子冷静に取っておくのが冷静で、これで白がダメを詰めるしかないんですけど、ここで黒からダメを詰めることができて、で、この形がどうなっているかというと、白がダメを詰めて、黒がこう抜いて、で、黒のダメがあと4手あるのに対して、白はあと2手の状態なので、まあ2手ヨセコの状態なんですよね。まあ例えば、まあ図をわかりやすくするためにやるんですけど、例えばこのコウ材が効いたとしてね、抜いたとしても黒からここにダメを詰めて、この状態で2手ヨセコなので、ここのコウは2手ヨセコになってるんですよね。なので、黒が有利な2手ヨセコウなので、これが一応、この形の結論で、黒が有利な2手ヨセコウという結論が出ました。なので、2手ヨセコウならば黒にも余裕があるので、この図は黒がいい図ですね。なので白は手を抜いて、一応外側、締め付けが効いたことに満足したのと、一応、二手ヨセコウではあるんですが、コウ残りということに満足して、どこか、こちらの爪とか、飛びとか、大場を打つ展開が予想されるというのが結論になりました。ただ、この図は、黒が一応、この白石をちゃんと二手ヨセコウではあるんですが、ほぼ取れてる形になったので、この図は黒が不満のない図でこう打ってれば黒も形勢が良かったかなと思います。これは黒の実利がはっきり大きいかなと思います。というわけで結構時間かかったんですけど、一応これが最善図だと思われます。ポイントとしては、このぶつかりでダメを詰めるのがなかなか気づかなかったのと、白がここに押さえたときに、黒もここに冷静にダメを詰めないで2子取るというのがかなり気づきにくかったです。で、白が跳ねたときも、ここにつなぐのが冷静。で、白が1眼持ったときも、これが一番気がつかなかったんですけど、4子取るのが冷静でしたね。この2子取るのと同じような意味で、ダメを詰めないで、
まずは自分の安全を確かめる手が冷静だというのが攻め合いの手筋でした。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。